今日は抽選番号こちらです、183番。はい、というわけで今日は大阪府高槻市にございますキングオブキングス高槻店さんにやってまいりました。シータイム連勝となるか、まもなくスタートです。あー、やっと入れた。おはようございます。さあ、それでは今日はアナザーゴッドファーですから打っていきたいと思います。ちょっと抽選の番号が悪かったというか、かなり朝から多くのお客様いらっしゃってましたので、あ、いきなり遅れた。開始3ゲームです。開始押しますか、押してみましょうか。消えず、ちょっとびっくりしましたけどね、開始3ゲーム、まあ、そう簡単には揃ってくれないということですよね。さあ、木原3連です。4連目、これで今日の初当たりとなります。まあ500万以内でボードゲーム引けたのでよかったと思います。それでは本日1回目のジャージメントいきます。さあ、一発目ケルベロスでございます。最初のボードゲームは80ゲームのスタートです。参ります。始まって12ゲーム。ここはプレミアボットかハーデスかペルセポネか期待します。中段キナナ逆の手でございます。いきなり来ましたね、チョキの手役。いやー、よかった。すごいですね、この辺もまだ回転してそんなに時間経ってないんで、これからという感じなんですけど、こちらは窓マギ、それから化け物語のコーナー。すごいですね、こっちがエウレカ2にモンキーターンと、そしてマクロスクロピアス。まあ、普段はですね、結構朝からパッと埋まる機種ではなく、時間が経ってようやくお客様が増えてくるかなというコーナーも、やっぱりこうやったお盆期間中とか祝日とかになると、もうどのコーナーも朝からかなりお客様入られますね。ティータイム。さあ、来ました2回目のジャッジメントはペルセポネでございます。
思います。そして残り200ゲームとなったところでハーデスステージでございます。ケルベロス、ペルゼモネ、ハーデス、何百ゲームゲットできるか、いきます。あー、よかった。あとはこれで1回目の上乗せ、200ポイントゲットです。でしたからね、ここは良かったです。それでは3回目のボットゲームに参ります。上のせいです。中段気なな、ハテナ波。これでまた200ゲームを超えました。残りゲーム数、さあジャッジメント構成があるかどうか。行きました。ヘルゾーンはダメでしたけれども、中のチャージメントゲットです。これでループストックにも期待が持てます。ここはケルベロスですね。まあまあ、でもジャッジメントに当選したことが大きいですから、遠征中よかったです。上乗せは50ゲーム、これで残りゲーム数は250ゲーム。デジャブ上乗せです。しかもここは中段気ながらのデジャブフリーズ。30ゲーム、そして30ゲーム、60ゲームの上乗せです。これで残りが216ゲーム。3回目のボットゲームはこれで483ゲームを消化して終了となります。獲得枚数は1680枚、現在持ち込みの方は3200枚ほどある状況だと思います。アナナゴとハーデス交換枚数こちらでした。2955枚、投資は今日500枚ですのでプラス2455枚、結構なプラスになりましたね。これで C タイムは熊本2連勝に続けて3連勝目、いい感じになってきました。今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、おはようございます。今日は栃木県那須塩原市やってきております。夢屋黒磯店さんです。お邪魔するのは2回目なんですけど、初めてお邪魔したのは街道日記の第139話でした。辛い実践だったので、今日は楽しい実践にしたいなというのと、やっぱりここで勝ちたいという気持ちで来ました。さあ入場です。おはようございます。まだまだこのホールの涼しさが恋しい季節ですね。さあ夢や黒磯天さん、リベンジ戦です。どれ行こう、サイボーグ行こうか。サイボーグ
サイボーグ009を抑えました。早速打っていきたいと思います。さあ、ここはパブリックゾーン突入のチャンスとなります。劇場上のゲーム数はすでに800ゲームを超えました。009から、まあボーナスまではいくでしょう。ここからあとムービングならボーナスは間違いないと思います。この後ですよね、問題は。これで4回目のバトルフリーズ発生となります。そしてこれで900ゲーム到達。950、それで1000ですね。ボーナス、こっからボーナス、そして BB ですね。ビッグボーナス、もう一個で BBB です。いきます。よし、いやちょっとボーナスまでかかりましたけど、これで AT が確定しました。さらに上乗せ、上乗せは5ゲームのみですけど、最初のあたりは BDB プラスサイボーグラッシュとなりました。あーよかった、 BDB で009を狙え。それでは本日1回目のボーナス、ビンゴバトルボーナス突入です。60ゲームを上乗せしました。そしてここから今日本日1回目のサイボーグラッシュ突入となります。さあ、初期ゲーム数は115ゲームですね。 BBB からの当選でしたので、上乗せ分プラス初期ゲーム数、いいスタートになったと思います。そしていきなりのコンボスタート。3コンボ、これで4コンボ、いいですね。7コンボまでいけ、これで終了。ただ4コンボですからね、ここ。さあ、加速ゾーンに突入です。ここは BBB 獲得の大チャンス。残りはまだ100ゲームあります。ここ大事ですよね、フィッシュ。よし、これで BBB は確定です。エンディン中のバトルフリーズは本当に苦労してますね。30ゲーム目さらに取ります。上乗せはこれで30ゲーム、60ゲームですね現在。さあ、これで100ゲーム、3桁の競り成功です。加速フリーズでしたね、これは。結構1回1回の上乗せも大きかったので、100ゲームを乗せての BBB、 そして BBB 中さらに上乗せとなります。2回目のビンゴバトルボーナスです。そして上乗せ100ゲーム、いやーよかった。初当たりまでちょっと長かったなという感じはしましたけど、全然 OK です。それなら上乗せはこれで加速クリーズと BBB で130ゲームの上乗せということになりました。残りが230ゲームです。
これで終了です。本日1回目のサイボーグラッシュは375ゲームを消化、1051枚という結果でした。盛り上がってますね、朝から。前回来たのはもうずいぶん前で、また期間を空けてくるとスロットコーナーもかなり変わってます。まあ、いろんなところが新しくなってますね。液晶のデータ表示だったり、もちろん機種構成もそうですし、やっぱり半年1年と期間を空けてくるといろんなものが変わってて、またこう新鮮な気持ちで実践することができます。データランプが劇的に変わってましたね。大型の液晶搭載のデータランプ、これだけでもやっぱり島全体の印象っていうのが変わってきますし、なんか明るくなりましたよね、島の中が。からのスタートとなります。いきなりチャンス到来。よっしゃー、取れるぜ。これは5回目のサイモグラッシュです。あー、取ってくれた。ボーナスに入って1ゲーム目、これでまた取り返すチャンスは作りましたね。さあ、これで合計209枚です。それでは本日5回目のサイボーグラッシュに参ります。ここで取り返さないともう今日は厳しいです。乗ってくれないか。あ、乗ってましたね、2ゲームね。すいません、見落としてました。あ、しかも加速ゾーンに行きました。ビービービーチャンス。これで BBB 確定です。取り戻しますよ、550枚は。あー、よかった。何ゲーム乗せれるか。うわ、乗せは5ゲームのみですけど、この BBB はいや、すごく助かりました。ドロキのラインを狙え。よし、上乗せは強水化で10ゲーム乗ってましたね。フリーズの5ゲームと強水化の10ゲーム、あとはこの BBB です。何ゲーム乗せれるか。上乗せは30ゲームです。さあ、これで残りが54ゲームとなりました。そして今獲得枚数が368枚です。あと200枚。ラスト1ゲーム、ここは弱水化終了ですね。185ゲームを消化して717枚。いや、最後取り返せるかという AT でしたけれども、これでなんとかフロント実戦勝って終わることができます。良かったです、取り返せて。サイボーグ009での交換枚数こちらです。698枚、投資が550枚ですので、プラス148枚ですね。まあ小さいプラスですけど、クロイト実践果てて良かったです。はい、おはようございます。今日は岐阜県高山市にやってきております。こちら夢屋高山店さん、久しぶりですね。もうシータイム、カイド日記ともに何度もお世話になっているお店ですけれども、今回は約2ヶ月ぶりにお邪魔してます。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。蒼天2行きましょうか。おはようございます。蒼天の剣2、今日は朝から打っていきたいと思います。よろしくお願いします。実はそんなに実戦回数はないんですよね、蒼天2。あっしょあっしょ、こんなはここで中断距離になりましたね。開始13ゲーム、早いとこでの中断距離。
いきなり投資一本で初当たりのチャンス到来です。気持ちいいですね。足の甲がすぐに動く。さあ、ホットカウンターの方は残り14ゲームとなってます。今日最初の中断テレビから AP 当選となるかどうか。そろそろ終わりに。当たりでございます。開始34ゲーム当選100枚からいいですね。1回目の中断テレビから AP 当選。行ってほしいですね。月光ランブイン上海に一発目の AT で、これで2セット目の宿命が終了になります。継続にも期待できますし、次はオーラ昇格チャンスの3セット目になりますね。ここで行ってほしいですね、リフトランプ。さあどうでしょうか、1回目の AT からリフトランプイン上海があるかどうか。2セット目でリフトランプイン上海です。すごく幸先いいですね。投資100枚で当たりを引いて2セット目からリフトランプイン上海。それでは行きます。早い段階で激闘ランブイン上海行きましたけど、ここは上乗せできずに終了です。さあそして宿命の時、3セット目に突入です。再び激闘ランプ突入のチャンスです。やさか、行ってほしいですね。2セット目に続き3セット目も上海に。さすがにここは厳しいです。あ、行った。さあこれね、1回目の AT 中2回目の激闘ランブイン上海突入でございます。すごいですね、いいスタートですね。今日も今日も さあ先ほどは30ゲームスタートで上乗せできずに終わってしまいました。2回目の激闘ランプイン上海、まずは初期ゲーム超えろ。50ゲームのスタートです。50ゲームは悪くないですよね、初期ゲーム。
終了ですね。ここ50ゲームのスタートでしたけど、今回も上乗せはできず406枚というところですね。さあ4セント目の仕組みいきます。今日1回目のエンティーは仕組みの時4セントデジトランプイン上海が2回突入で476枚という結果です。今日は岐阜県高山市の夢屋高山店さんですね。というわけで朝から店内はだいぶ盛り上がってます。景品カウンターにやってきました。やっぱり地域によってこの並んでる景品も様々ですね。さあこちらパチンココーナー来てます。寝台のガロですね。もう全国どのホールに行ってもやっぱり今パチンコで一番人気の高い機種ではないでしょうか。こちら夢屋高山店さんも早い時間からもうほとんどの台が埋まっております。止まれて追加投資となって950万円投資したところでやめました。今100万円くらいですね、持ち込みを持ってガロ伝説プレミアムに来ました。今日はまだ一度も当てれてない台です。337回転から回していきたいと思います。ガロ今度はバトルモード、バトルモードのロックがかかりました。ジャンプが集めて、ゆったり、もう一個、いや、あと2つ、もう一個、ここまで来たら当てたいですね、レインボーで。装填の件の分まで取り返せたら嬉しいです。115枚ワンセットで終了です。さあ行きました。ここは帝王モードですね。絶対当てないかんとこだ。できればその後の帝王バトルクラウザー激派で大きなゲーム2まで獲得したいところです。投資が1900万あります。よし、いける。ラスト、これで3回目のガローラッシュが確定です。170ゲームですね、AT が終わって。あとはこのクラウザーバトルで勝利できれば大きな枚数獲得となるかもしれません。いきます。クラウザーには勝てませんでしたけど、これでガローラッシュは確定です。残念。まあでも早い当たりで良かったです。ここはつぶきませんね、乗りませんね。223枚です。終わった。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて今日はラッキー一番江南店さんやってきました。愛知県江南市のお店です。本日は寝台入れ替え、そして8月はですねラッキー一番江南店さんリニューアルオープンもされているということで、前回お邪魔した時とはまた店内の様子も大きく変わっているのではないかと楽しみにしております。こんにちは、よろしくお願いします。
あー涼しい。おっとびっくりした。こんな変わってるんですかスロットコーナー。めちゃめちゃリニューアルじゃないですか。いやリニューアルオープンって書いてありましたけど、いやどこがどう変わったのかなーなんて思いながら入ってみたら、ダイオ押さえよダイオ、ヤジキタヤジキタヤジキタ道中記どうしようかな。この辺行きましょうか。もうどれでもすごいですね。ヤジキタワンボックスよし頑張ろう。リプレイ2連とか1回のベルでショートカットが行われてるとは思えないんですよね。ただショートカットが結構5とか25とか頻発してるのが気になるところです。V フラッシュ、あれ確定薬引いちゃいました。しかも演出ないんですか。演出何もないんですか。いきなり来るんですか。当たりです。いやちょっとこれはびっくりする当たりでしたね。532ゲーム AT 当選となる前に6周目に入ったところでボーナス当選です。これで1回目のヤジキタボーナスが終了になります。ジャックインが6回で277枚の獲得は上出来だと思います。そしてセクトチャレンジは6回目。それでは早速今回のコースコーデだ。さすがにここは当たるでしょう。各選手の準備も立たない。いやー長かったですね。AT 当選までセクトチャレンジは合計6回。投資は950枚から今日1回目のヤジキタ祭りに行きます。ボーナスでの獲得枚数が結構あったのでここは助かりますね。マッチョチャンスはゼロでした。389枚で1セット目が終了です。お邪魔してますけど、本当にスロットコーナーが劇的に生まれ変わってます。こちらにはですね、円の島、丸くなってる島があって、あなたごとはですか、ずらり台の上見ていただけます。データ表示器もかなり大きな液晶のものに変わってます。最新のデータ表示器ですね。ここまで大きくリニューアルで変わっていたとは知らず、誘導してスロットコーナー見た瞬間びっくりしました。ティータイム、それでは早速今回のコーナー、おっこげこないカッパのたくましいお二人はこれまででございます。レーススタート。まずは3人が抜け出しかっこいい。そういうことか、各選手軽快な、さあ勝利がすごく来ましたね。やっとカッパのアッパレチャンスです。ボーナスが終わって23ゲーム持ち込みを持った状態で AT 挑戦となります。これが初当たりは今日6回目です。いきます、何ゲーム乗せれるか。本当にここは引くタイミング次第ですからね。いきます、
ました。次、花火柄です。花火柄。これがあるからカッパで当てたかったんですよね。やっとたどり着いたカッパでナッパリチャンス、よかったと思います。投資は1400枚、行きましょう。となります。超ヤジクタボーナスゲットです。残りは262ゲームあります。失礼しました、すいません。これで AD 残りゲーム数が371ゲームです。いや、よかった、本当によかった。これで終了ですね。合計530ゲームを消化してます。そしてマッチョイチャンスは13回、結果2212枚と、まあ、投資分を上回ることができてよかったです。交換枚数こちらです。2226枚、投資は1400枚ですので、プラス分は826枚という結果です。はい、というわけで今日はリニューアルオープン直後のラッキー1番コナン店さんからの新タイムでした。ありがとうございます。